皆さんこんにちは、京子ばあばでございます。カーゴパンツが大好きだっていうお話はここでずっとさせていただいてるんですけど、あれユニクロのレギュラーのカーゴパンツ出てるはずなんだけど、ちょっと履いてみてないなと思って、ちょっとお店の方に行ってね、今回はちゃんと試着してあのサイズ違いもね意識しながらちょっと、黒を買ってみました。黒のこういうものってやっぱり無表情になっちゃうんですよ、こういう動画にしてもね。から本当は素敵な色なんだけど、なかなかね私は最近着たり皆さんに着てお見せすることはなかったんですけど、ちょっと色違いが欲しかったもんですから思い切って黒のカーゴパンツを買ってみました。これとね、あともう一ついろいろ見ていたらちょっと気になった商品があったので、それは今ちょっと内緒なんですけど、あのその辺のところもね全部ねちょっと着回してね、これから半袖とかねなんかそういうものに向かっていく前にちょっとねどんな風に私だったら着るかなと思ってちょっといろいろやってみました。はい、これは、GU のオーバーサイズ T シャツっていうやつで、前回、買い物に行ってきましたの中にも入ってたんですけど、ちょっとコーディネートはしてなかったので、ここでちょっとねこの黒と合わせてみました。袖のところがボリュームがあります。ドレッシュに着られるかなと思って黒のカーゴパンツにちょっとヒールのあるサンダルを合わせてみました。でユニクロで売り場の人にスカーフの方ですよねって声をかけられましてちょっと嬉しかったんですけど、はいみたいなね、そういうねちょっとやり取りがあったんですよ。でね、その方にサイズのこととか聞いたら、長いんですって比較的この丈が。だから腰とかウエストで履いてるサイズに合わせてるとちょっと長いかもしれないっておっしゃって、で、私 M なんですけどって言ったんだけど、もう一つちっちゃいのでもいいかもしれないっておっしゃって、でその人がちゃんと試着された方がいいですよっていうおすすめされたので、珍しく試着して買ったものです。長さはちょうどいいかな、それでもまあ私にしては長いぐらいなんですけど、やっぱりねこの辺がねS だと履けないわけじゃないんですけど履けないわけじゃないんですけど、やっぱりねこう履くとなんかパーンって張り出してしまう感じがするので、やっぱりお腹周りは M でいいんだけど、そんな感じです。あのやっぱりね長めにできてるんだっていうのはおっしゃってました。でもね、そういえばね若い人たちの見るのね、みんなあの裾の方がねブラウジングになってこうねバフってるかなっていう気もするので、まあそういうデザインなのかもしれないとか思っています。で例のじゃんじゃじゃん、ハイヒール、ハイヒール履いてみましたよ、いかがですか。で首元はじゃあぐちゃぐちゃ巻きでちっちゃいスカーフを巻きたいと思います。ちっちゃめのねスカーフね、ぐちゃぐちゃっと巻いて、はい、そしたら先ほどの首のところのじわをちょっと隠したりして、はい、これです。後ろはねちょっとねこうやってねお尻隠せたりするします。だけどここはやっぱりパーン張ってます。この前のは、白い GU のパンツにこのハイヒールを合わせたんですけど、黒の方にもね悪くないでしょ。まだちょっと寒いけどね、でももうすぐよ春はそこまでなんちゃって、はい、おばあちゃんでもカーゴパンツにハイヒール、どうですか。はい、GU のカーゴパンツなんですけど、上がこれね、いつのだったかな、もう一昨年ぐらいになるのかしらね、マルニのブラウスです。すんごくね大きくてね、サイズ M なんですけど、もうすごい大きいです。だけどもうこれ上に着ちゃうともう春ですよ ね。すごい素敵なピンク、なんかねピンクがねちょっとね可愛いなと思える今日この頃ね、この柄ちょっと懐かしいでしょ。あーそれ持ってるわという人ねいらっしゃると思うんですが、私はこれで、で下は島村のスニーカーを合わせました。どうでしょう。そしてちょっとだけやっぱり大人感を見せたかったので、ちょっとあのボリュームのあるパールのネックレスをちょっとしてみました。
これね、いつかもお話したと思うんですけど、結婚式の時にね使ったもの、懐かしいです。でもね、これも使い勝手がいいからね。はい、あ、それで、ね、前はねこれすごい下まであるんですけど、ちょっと若い人みたいにお腹のところにインして、後ろはまあちょっとそのままなんですけど、こんな感じで着てみました。あ、それでこのこれでもいいじゃない。これはユニクロ U の巾着バッグです。これだったらもうお出かけできますよね。はい、はい、どんどんいきます。次は上がなんと春ですので、まだねちょっと肌寒かったりするので長袖の T シャツを下に着ていますが、なんとブルー、去年からねもうこれでもかっていうぐらいブルーは着たんですけれどね、ブルーのねあの T シャツがあったので、これもね UT で見つけちゃいましたね。ブルーでしょ。これは何のブルーでしょうか。これね、ヒント、ディズニー T シャツですね。毎年出ますよね、あのディズニーのコラボ。いいですか。じゃーん、かわいいでしょ。ほら、そうなんです、ドナルドダックでしたね。一応メンズ基本に作ってあるものなので、ここ首元がちょっと広いのと下がちょっと長いんですね。でもこれは、S サイズにしました。これだったらね子供と一緒に遊びに行けますよね。子供が、あらー、キョコバーバのディズニーだって言ってくれると思います。私ね、ドナルドダックが好きなんですよ。いいね、ドナルドダックと一緒だね。はい、それでは最後4つ目でございます。ちょっとね、悪ぶってね、サングラスなんかかけちゃいましたっていうのは、黒着ています今日、黒の T シャツです。黒ってね、私が一番最初コーディネートの動画を撮ろうって思った時の私の気持ちの中で、黒い洋服は出さない、黒い服は着て皆さんの前には立たないって自分で決めてたんですけど、安易に今日は黒です。やっぱりね、黒ってねいいですよね。誰にでも合うし、すごいおしゃれ感が出ますよね。ただ私の中であんまりね、なんかねしっくりこないっていうかね、ある程度ね年取ってみるとね、私は似合わなくなったんです。だからね、ジーンズとこの黒い洋服、これはねある日自分で自覚するんです。でそれは置いといて、安易に今日は黒です。やっぱりね、黒ってね時々着たくなるし、おしゃれ感もあるし、いろんなもの隠してくれるし、まあそりゃ万能なんですよ。はい、では話を続けると、このね黒のね T シャツはね、ユニクロの T シャツです。ユニクロは毎年 T シャツが少しあのシルエットが違ったり素材が違ったり少しずつするんですけど、2年ぐらい前のやつです。ちょっとねここが、首が割とねあのこう詰まってる感じで、でこの T シャツはザラの秩父の T シャツで、ちょっとグレーなんですよ。今ここだとね同じ黒に見えるかもしれないですけど、そしてこの U のカーゴパンツは最初買ってきた時にこれを着て、上にその時もやっぱり同時発売だった、セーターを着て出たんですけど、いやちょっと暗いからな、どうだろうなと思ったんですけど、意外にあかっこいい素敵って言ってくださる人が多かったの、本当に意外だったんです私的には。だから暗い色も別にいいんじゃないかなってちょっとね心揺らぐ今日この頃でございます。そして、このシルエットですけど、今までの中で一番ねシュッとしてます。シュッとそういうの好きな人は こっちのシルエットかなとか思ったりしています。今までの中で一番値段は高かったんですけど、でもやっぱりなんとなく都会のね、なんだかちょっとおしゃれなね、ちょっと大人っぽい感じはやっぱりこっちかなって思って、で下は、黒のバンズのスニーカーにしました。これできっとサンダル履いたり、これできっとハイヒール、ビヒールみたいに履いたらね超セクシーでね、いい感じになると思います。私はしないけど。で、せっかくなのでこのね首元にね、このねスカーフなんですけど、こんな大きいスカーフなんですけど、
これをぐちゃぐちゃ巻きにしてっていうのと、こうやってちょっとモードっぽく自己満足でもね、これね、やっぱりね、裾の感じはすごいいいでしょ。シュッとしていながらボリュームがあるっていうね。どうですか。はい、皆さん、今日のコーディネートはここまででございます。いかがでしたでしょうか。あ、それ参考にしたいとか、あ、今度お店行ってみたいとかね、そういうふうに思っていただけるとね、とっても私は提案したね、甲斐があるというものでございます。別に全部新しいものを買って揃えるというのじゃなくて、古いものの中でね、出してきてスカーフだとかネックレスだとかも含めて合わせてみたりだとかね、そういうのもね、すごいね、楽しいので、ぜひ新しいものを一つ買って、それでまたいろんなものをね、こう合わせてみるっていうね、そういうのね、ゲームみたいなね、遊びみたいなね、またチャレンジでもあるんですけど、そういうのね、いろいろね、楽しんでいただけるとね、いいんじゃないかなと思っています。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんのね、応援が次の私のね、やる気活力になりますので、よろしくお願いいたします。バイバイ。